緒に遊ぼうよ。セノが君に送ったカードの裏面、悪くないだろ。僕もかなり念入りに考えたんだ。彼の要求はとても面白いものだったよ。ドラゴンの姿がある、かっこいい、相手が見とれるものならなおよし。自分用にデザインしたカード裏なのに、相手に見とれさせたいなんてね。これはつまり、七星召喚をプレイする場では勝負よりも友情を大切にしていることを意味しているのかもしれない。それから彼は、このようなものは友達と共用してこそ意味があると言っていた。どうやら彼にとって君はとても仲のいい友達らしい。ついでに言うと、セノはこれを僕にも送ってくれたんだ。お返しと言ったら変だけど、うん、このゲームを試しにやってみるのもいいかもしれないね。